やったぜ、これは嬉しい。まだ売ってるんだな、これ。俺の大好きなシリーズだったんだけどさ、いきなりもうなくなっちゃって、久しぶりで、あった。商品名がね、恐竜アメーバっていうシリーズなんだけどさ、中にね、恐竜のフィギュアが入ってるんだけどさ、なんとスライムの中に入ってるの。スライムも入ってて、恐竜のフィギュアもあるっていう最高のね、シリーズだったんだけどさ、なくなっちゃったんだよね、これ。前まで結構売ってたのに、あ、ドンキとか結構あったな。ドンキホーテとか、あと普通にスーパーとかあったよね。スーパー、イオンとかにあったんだけど、そのイオンの、スーパーの、入って本屋さん、なんつったかな。あ、文房具屋さんか。にあったような気が、いつ、開かねえな。めちゃくちゃ久しぶりで、開け方忘れちゃった。おー、いいねー。恐竜アメーバですよ。ちょっと待って、ハサミ使おう。なかなか開かねえ。久しぶりだな。さ、で、このね、スライムもね、なかなかいいんだわ。スライムもいいし、フィギュア、ティラノ出したいね。ティラノサウルス。それでは、恐竜アメーバ。久しぶりの、恐竜アメーバ開封の儀へようこそ。パカリスシおー、懐かしい。ビン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 。このスライムですよ。これね、めっちゃ気持ちいいのよ。これを大量ゲットしてジップロックに入れて枕にするとね、ひんやり、夏にいいひんやり枕になるんだけど、さて何かな？ティラノかな？で、このスライムを触りつつ、ティラノサウルスを探すって。ティラノか！ティラノサウルス、お、ティラノじゃない？これ。あー、ロフスティだ。パラサウルロクスだ。くそー、外した。ギューー、恐竜がこう誕生した。顔面にかかっちゃう。さ、恐竜がこう誕生するんですよ。めっちゃいい商品でしょ、これ。久しぶり見たら、うわ、嬉しい。一個だけあってね、ゲット めちゃめちゃ懐かしい。うわー。これ、フィギュアはね、もうコンプしてる。で、改造とかでもいろいろ使ってて、めちゃめちゃ持ってるんだけど、ティラノサウルス欲しかったら補充したかった、ティラノ。こういう感じのフィギュアね、めちゃめちゃ改造とかね、ジオラマとか使えるんだよね。だからたくさん、これ、色も塗りやすいんだわ、これぐらいのサイズのフィギュアって。だからたくさんゲットしたいんだよね。恐竜アメーバシリーズのね、恐竜フィギュアかなりいい、使えるから、みんなもあったらぜひゲットしてみて。あとスライムもね、すごい気持ちいい。液体っぽいスライムじゃないんだよね。ちょっと弾力のある、なんつうのかな。液体のやつは手にまとりつくじゃん、めっちゃ。で、取れないんだけど、そういうこともなく、こう、なんつうの、ちょっと固めのスライム。液体スライムというか、ちょっと固めのスライムっていうね。これをちぎるのがすごい気持ちいいんだよね。ブリジン、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 ブリジストン、ブリジストン、ブリヂストン、ブリヂストン、これが気持ちいいんだよね。この、ちぎる感じがね、揉めようかね、ちぎるのがすごい気持ちいいんだよね。みんなもぜひゲットしたらやってみて。ということで、今回は、めちゃめちゃ久しぶりのね、恐竜アメーバ、ゲット降臨伝ということで、いや、よかったわ、パラサウルロプスティ。補給できて、補充できて、パラサウルロプスをね、増員ですよ。ささ、パラサウルロプス、新しく入りました。パラサウルロプス、いや、いいね。改造して、武装して、地底軍にするか。海底、いや、海底軍にしようかな。どうしようかな。じゃあ、海底仕様にして、海中仕様にしないとね。こういうなんか改造の想像も広げて楽しいよね。こういうのゲットするとね。いや、いいわ。ロフスティかっこいいでしょ、このフィギュア。なかなかいい感じなんだよね。恐竜アメーバのフィギュア。めったにマジで売ってないけど。いや、今日久しぶりにゲットできてマジでよかった。恐竜アメーバ。みんなもぜひあったらゲットしてみて。めちゃめちゃ、ドンキとかにあると思う。前、ドンキでよく買ってたんだよな。でも、ドンキもマジなくなっちゃって。